こんにちは、オーシャン東京原宿代表の道也です。今日は初めてゲームモンスターストライクの動画を撮りたいと思います。で、僕前ずっとやってたんですけど、携帯新しいのに変えてしまって 6S です。で、データ全部消えてしまったので、ちょっとまだ初期エアガチャ一回も引いてないです。なので引いていきたいと思います。で、今そのフレンドガチャと最初のモンスターしかいないです。で、ちょっとで、何が今強いのか全然わからないです、実際。とりあえずそのリップでもあったこの、あ、今画面映ってるのか映ってますね。この星5のルシファーがいいよって言ってたので、っていうのと、あとシングルと10回どっちがいいのかちょっとよくわかんないんで、ただシングルでもずっと金しか出ないみたいなので、ちょっとじらしつつ行きたいと思います。では早速行きます。1回目、久々。これは前もいた、やってた時にいました。そんな強くないはず。全然わかんないけど、どうリアクションを取っていいのかわかんないです。どんどん引きます。2回目です。はい、わからないです。これは誰ですか。これも使えなそうです。とりあえず星5じゃないとダメだよね、きっと。よっ、どのぐらいの確率で星5が当たるんですかね。これは前も思ってました。前やった時結構強かったので、なんとなくは分かります。テキーラ3体の、いや、もう全然分かんないな。ガンガン引いていきます。当たんなかったら結構悲しい、悲しいやつです。新しい星4ばっか。なんか演出とかもあるんだね、これ確か。今どうなってるのか新しくてわかんない。星5、これは使えるんでしょうか。わからないので引きます。全然わかんない。新しいキャラ、多分ちょうどクシナダが出てきたあたりまでやってて、それ以降は全然やってなかったので、そう、このキャラとか多分出てきたぐらいやってないです。やばい、ボックスがいっぱいになっちゃう可能性が。星5、桜ギーブ使えるのか分かりません。とりあえずルシファー、アーサーがいいですみたいな来てたんで、それ待ち。
全然わかんないので実況できないですが、ちょっとガチャを楽しんでください。全然知らないね、これも。そろそろボックスがいっぱいになりそうな予感が。よしよ。やばい、これは意外と時間がかかる。ちなみにこのボックスいっぱいになっちゃった場合、みんなどうしてんのか、もちろん捨てるのか。虫棒が出てきません。虫棒が、ボックス拡張しないとダメかもしれない。ビースト、これ分かります。ビースト、多分見てる人引き割るとか思ってる。金ピカ、ちょっと長くなりそうなので一回充電いきます。よ、充電で一個も出てこないとかはあるんでしょうか。どれがレアなのかもすでにわからないです。何が出てくるのでしょうか。ボックスに回す。リアリティジョン、ちなみに星5全然いない今のところ。充電いきます。全然わかんないキャラクターが。
年読んでいらないやつは夜なんだとボックスにもいっぱいになっちゃいます。どれが使えるんでしょう。アラジンっぽい使えるんでしょうか。こいつ知ってるけど分かんないです。使えるのか。10連いきます。星5は今まで出てるのか。初見さん、こいつは使えない。知ってます。初見さん、使えるやつは今まで出たんでしょうか。ボックス、またシングルでいきます。もうあんま引けない。そして出てない。ルシファーっていうのはなんとなく絵がわかるんで、出てないことは。あと3回。今確定って書いてあった。死後これは誰。おう、噂のただなぜ強いのかは知らないです。ルシファー強いんでしょうか。そしてあっけなく終わってしまいました。分かったのはルシファーが出たということ。あと1個、初心者応援パック特典星6確定ガチャ課金したのであります。誰が出るんでしょうか。いや、使えなそうな顔してる。渦の魔法、知らない。じゃあ今回のどんな感じだったのか。あれ、意外と星5がちょこっと増えてる。じゃあこのまず上から、オズの魔法騎士、ドロシー、マインスイーパー、アンチダメージボール、使えるのかは分からないです。で、ルシファーと
ードジアマト桜木イブアラジンベートーベンラその他こんな感じです。とりあえず星5育てでやっていきたいと思います。すいません、めちゃめちゃグダグダでしたが、こんな感じで超獣神祭の結果でした。お、アイディアありました。こんな感じでよかったら暮れの神聖お待ちしてます。そして最後まで見ていただいてありがとうございます。動画楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録をお願いします。